園祭のフェスティバルということで、講談師神田山緑先生をお招きして皆さんに成功の秘訣をお届けしたいと思います。本日の学級委員長、講談師の田辺亮天です。私はアシスタントを務めます講談師の一流祭テイナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日私と一緒に学んでくれる在校生の皆さんを紹介します。はい、敬愛大学の金ちゃんです。歌を歌うのが大好きです。あ、特集歌います。薄べり色の、ありがとうございます。はい、敬愛大学4年のうずちゃんです。韓国ドラマを見ることが好きです。アニハゼヨー、よろしくお願いします。敬愛大学1年のあっちゃんです。最近アイドルのライブでキーホルダーを巻きました。よろしくお願いします。はい、ということでね、この個性豊かな在校生の皆さんにお手伝いをしていただいて、卒業生の講談師神田山緑先生にどうしたら成功できるかというね、秘訣を一緒にみんなで学んでいきたいと思います。ところで皆さんは神田山緑先生知ってるよという人一人だけ、はい、どういうイメージがございますか？敬愛大学の卒業生ということ、はい、はい、見たことありますか？見たことはないですなるほど、金ちゃんどうですか？私も今回初めて応援したんですけれども、敬愛大学の卒業生ということも初めて知りましたあっちゃんは講談師っていうのそもそも知ってますか？講談師というのは何回か聞いたことはあります。寄せで見たことはないです。ない。お二人は講談師って知ってますか？初めてです。大丈夫ですかね、お姉さん。知る人ぞ知るという感じになっちゃってますねいや、もうなんか聞いた話では大学側からもう学生に有名な卒業生の神田山緑先生にぜひゲストでね、学祭のゲストで出てほしいって話じゃあ簡単に私の方でですね、こちらね、自己紹介というかプロフィールを紹介させていただきます。神田山緑先生は昭和51年8月28日のお生まれでですね、身長がなんと181センチもある結構大きな、講談界でも結構ね身長高い、今イケイケのノリに乗っている講談師でございます。で、平成18年に講談協会に入りまして、それから平成30年4月に真打ちに昇進しました。で、皆さん講談ってね、今も聞いたことないっておっしゃってましたけど、落語は知ってますか？はい、知ってます。で、落語も講談も前座2つ目真打ちというね位がありまして、私と両手お姉さんは前座という一番下っ端の身分ですね。で、それをいやよくちょっとずつね学んできたなということで、昇進すると2つ目という位に上がって、そこでネタの稽古とかもう技術をしっかりと磨いて一人前一人立ちできるようとなったらめでたく真打ちとなるんですよ。で、はい、知ってましたか？そうなんですね。で、そこまで行くのに神田山緑先生はなんと13年という驚異のねスピードで出世をされて真打ちになったんですね。なんとなくじゃあすごい人かなっていうのは伝わりましたか？はい。でもよくそれでもまだね、どういう方かわかんないですよね。ご覧になってる皆さんもなんかすごい先輩が卒業生にいるんだなというのは伝わったと思いますが、まあ、どういう活動を具体的にされていてどうやって成功したのか、ぜひね皆さん在校生ですから、特にあっちゃん1年生ということでね、これから胸を、ね、期待に胸を膨らませてこの敬愛大学で学んでいかれるんでね、将来僕はどういう風になろうか悩んでいるようでしたら、ぜひ今回この山緑先生から生き方のコツ、出世の方法を学んでいただければと思います。それでは拍手でお迎えしましょう。はい、どうも、よろしくお願いします。もう出づらいならないよね。なかなか人気がなくて、まあ、今日はしっかりとお伝えしていこうじゃないかというところです。だって後輩のね、このテーナが13年って言ってましたけれども、12年ですか、ね、あれこれもね、ちょっと困ったもんだというようなところでございますがね、しっかりと勉強して成功していこうじゃないかというところをね、お伝えしていきますけれども、まず私自身をね、紹介しないといけないというところですが、まあ、講談師という仕事をしておりまして、この講談というのは歴史が古くて500年前からあるものです
ですね。キンちゃん生きてた？いやちょっと生きてなかった。そうだね。我々もだからそこら辺は難しいところなんですけれど、その時代からあったものを継承してやっていくというようなアバゲーになっておりましてね。で、もともとは大学を卒業してトヨタ自動車のディーラー、車の販売をしてたんですよ。で、そこから自分の会社をやろうじゃないかと25歳の時に始めて、講談師になったというようなところなんですね、はい。で、この講談師するのはですね、本当に、難しいところがありましてね、そういうところをこの後詳しくお説明していこうじゃないかというところでございます。はい、じゃあ今日皆さんに学んでいただくのは、はい、教科書をちょっとめくっていただきまして、はい、神田山力から学べること、人生全力で楽しめば人に愛され仕事がどんどん増えていくというね。いやいやいや、これは最高のね、いい授業だと思いますよ今日は、ね、どう学びたいでしょあっちゃん。ちょっと元気がない。元気よくで、そういうわけでございますけれども、はい、もううずちゃんは来年就職かなと思うのでね、ぜひその社会人になった時に活かせる方法を学んでもらえたらと思います、ね。はい、実は神田山力はこんな活動をしているということでね、はいはいはい、皆さん知ってますかね、あの大人気舞台刀剣乱舞のステージにご出演されたこと。はい、あのついこの間ですよ、なんと38公演全部出まして、2時間半のうち2時間ずっと出てるっていうところですよ。知ってますか刀剣乱舞って？知ってます。見たこと？はい、あります。まあ、そういうようなところで講談師役としてやってたんですね。そしてもちろんさっきね、はい、渦さんは知ってるとおっしゃいました、敬愛大学50周年で講談師をしたと。だから今回ご覧になってる方もその時の授業を受けた学生さんがねいらっしゃって知ってるかもしれないですね。はいはいはい、補足しますと、はい、これはちょっと違うんですよ、授業じゃありませんでね。これは敬愛ができて50周年の時にそのこの大学を作った長瀞正治先生がいらっしゃって、その先生の物語を講談で語ったというところでございまして、それとは別に授業でテーナさんと一緒に出て経典愛人講座ですか、そこで皆様方にお伝えをしたというところでございます。そしてなんと CM にも多数ご出演されてます、ね、明治休業、空庭温泉など数々の CM に出てるんですね。でここでちょっとね皆さん見ていただこうかなと思うので、せっかくですからね、いいですか、これ大阪のね、まあ、東京でいうと山手線みたいなやつがあって、環状線みたいなのがあるんだけど、そこでもずっと流れてる、のところで、で、そうそうそう、それと CM でずっと流れててやったんだよね。じゃあ大阪ではものすごい有名な、そうだね、有名だと思う。だってその山手線みたいなやつに流れてたから、はい、見るでしょ、はい、見たくなくてもさ見ちゃうよね。ぐるなえこちになりますという番組にも2回出演していて、はい、さらにお地元が東京都中野区なので、中野の観光大使を、観光大使を、ね、全国に講談教室を展開していると、いろいろね活動しているんですけど、舞台出た時もで大きいステージですごい広い舞台だった。2時間ですよね、うん、物語を講談師で読み進めて、その読み物に合わせて俳優さんが演じる盾で動き回ったりとかお芝居をされたりするというね舞台だったんですよ。そうね、テーナさん見に来たの、はい、すごい感動しました、大変そう。でこれ敬愛大学で講師を務める、そう、本当はね、今年もやる予定だったんですよ。でやっぱりそのコロナの影響でなくなっちゃったから、はい、できなくなったんですけれども、ちゃんとね、まあ講談の講座を設けて、そういう長瀞正治先生であったりとか経典愛人の西郷隆盛先生ね、そういうようなことをお伝えするというところでやる予定だったんです。でこの時もねすごかったですね、このこれ反響すごかったね、グルナイに出らっしゃった時
ツイッターでも大盛り上がり。大盛り上がって、で、氷川きよしさんと、あと、誰だっけ、ロバートの秋山さん。そういうことです。なんで忘れてるいやいや、学級委員長しっかりしてるから、ちょっと振っとこうかなと思ってね。その物語を語ったの。だから、氷川きよしさんが子供の頃、その体がね、小さかったというか、そこでもって大きくするためにどうすればいいんだというようなところの物語をこうやって、それ最終的にクイズはこれですよってところまで喋って、そのゴチのメンバーが答えていくという自己紹介、その代わりにね、したというところ。これ2回やりましてね。こういう見せ方をね、講談師がなんかどんどんね、メディアでできるようになるといいなと思う。そうですね。だから先駆者ですね。そうですね。そうですね。もうね、嬉しいね、後輩はね。本当に優しくてね。素晴らしい。はい、そしてこの中野観光大使というのはどういうお仕事ですか？あ、これは中野区の観光のものをお伝えするんですね。だ例えば向こうは大学が結構中野って今増えてるんですよ、実はね。その大学生向けにその食べ物屋さんを紹介したりとか、あと中野というとね、ラーメン屋さんが有名なんですね。そのラーメンマップをこう作っていって、学生とかでもじゃあ次行ってみようかっていうようなことのやったり、あとはイベントですね。イベントで呼ばれて、でそこで講談やったりとか、プロレスラーはプロレスやったりとか、まあそういうような活動をしてますね。そしてなんとですね、はいはい、この先ほど講師を、講談を全国に広めるために講談の教える先生もやっと教室を開いてるんですけど、日本一の生徒数を誇る講談教室300名ね、すごい。これはもう言ったもん勝ちだから、ね、で実際はね300以上いるんです、今ね。あと Zoom で生徒が増えてきてるから。全国にですか？全国に。実は明日は高崎に行って、高崎教室をやって、その次が宮城に行って、で宮城教室っていうのでやってるんですけどもね、ぜひね、あのうちの後輩たちも講談習ったらまあ、あんま役に立たないから出世できるよって。講談かなって出世できるよって話したから。そうだな、そうだな、ね、やりたいですよね、やりたいと思ってほしいなと思うわけですが、まあ、こんなにね、すごいよっていうことを今皆さんにご紹介させていただきましたが、だけど本当はいろんな失敗を経た上でここまでいらっしゃったんですよ ね我々の世界ではこうしくじりっていうの、何かやってお前しくじったなみたいな感じの言い方をするんですけれども、そのしくじりはもう数多いというものでございますけれども、はい、ということでね、どんなしくじりをしたか、はいはいはい、まあ、学んでいきながら、あのそこからの打開策、脱出方法を学んでいきたいと思います、はい、まず最初に、先ほどもちょっと冒頭の方で最初は会社勤めをされていたということでしたが、はいはいはい、ざっくりをあのご紹介しますと、うん、昭和51年人形町、日本橋人形町でお生まれになって、はいはい、バブル絶世期にその土地を売って小学校4年生で中野に、そうです、ね、引っ越して、そこから中野が長かった、ね、そうなんですよ。で、堀越高校に入学して、なんか有名な方と同級生なんです。そうなんですね。TOKIO の松岡君の中にいてね。すごい、うん。で、私は野球やりたかったんですよ。で、行ったら、応援団に回されました、ね。で、もう3年間応援団に。で、その時にたまたま甲子園に行って、で、アルプススタンドで一生懸命こう応援をしたというような学生時代。で、一個上の先輩がね、中日に行った井端選手。でそこから巨人に行ったりとか、今コーチやってたりとかで、だからプロなんですよ、すごい方がいて。でそんないろんなひょんなご縁からこの敬愛大学を受験されて入学、うん、そう、そ見事合格、はい、ありがとうございます。よかったよかった。でボクシング部に入ってたんです。そう、あ今ありますか？どうですか？今は決定ないんです。ないと思います。そうですか。で先ほどちょっと行きましたら、物置小屋になっておりました。残念ながらボクシング部がなくなっちゃったんですね。4年間ボクシングやって、でリングもあったんで、ちゃんと、で先輩方がもう大変に
恐ろしい方が多かったんです、ボクシング部っていうのは。もう卒業してもなんか反り込みをこう入れてね、いうような人がこう指導に来ると、そのたんびに我々はもう逃げて、ランニング行きますって言って逃げて、そういう風に過ごしたというところでございますけれどもね。そんな学生生活そう経た上で卒業されてからトヨタ自動車に入社されて、なんと入社1年目で新人賞を取るという素晴らしいセールスマンだったんですね。そう、車をね、12台だったんです。6ヶ月で。あ、6ヶ月、うん、すごい。それで新人賞というものを取って表彰していただいて、1年前だとヨーロッパ旅行をしてたんです。へえ、ご褒美。そう、すごい。それがですね、熱海旅行に変わったんですね。あら、不景気だったら熱海をちょっと旅行してきましたけどね。でもその後に25歳でも会社を一回退職されて、自分でやっぱりこんだけ俺セールするの得意だから社長になって健康食品を売ったらもう大成功しちゃうと思って、健康会社を、健康食品の会社を立ち上げられた。そうなんですよ、はい、25で起業して健康食品会社を立ち上げて、でその時はね、もう大ブームの時だった。当時はすごかったんだから、元気に。タピオカみたいなものとタピオカですね、タピオカって元気になる。タピオカだプールかなと思って。で、人生絶頂、社員も雇っていい感じにバブリーな感じになってきたんですが、ここでしくじり、はい、27歳人生どん底、何があったんですか。これはですね、社員が3人いたんですよ、はい、で27でしょ、うん、で40歳ぐらいの人たちが3人いたんですけども、ある日会社に行ったらその3人が来てないんですよ。3人とも、そう、全員来てない、3人とも、うん、で なんだろうと思って、風邪ひいたのかなと思って、うん、で1人ずつ電話かけていったんですが、電話出てくるのね、うん、でなんかまあみんな具合悪いのかなと思って、お昼ぐらいもやったら誰も来てなくて、で次の日もまた来ないんですね。え、じゃあその1日全然連絡つかなかった。全然つかない。で3日後に郵送で退職願いが来たんですね。そう、まあ、そういう風に人望がなかったで、その人望のなさ、己をもう一度磨かなきゃいけないと思いになった時に、たまたまいろんな本を読み漁って、有名な企業家の方が講談を聞きに行っていた。で講談っていうのは、そういうの聞くともしかしたらなんか出世する糸口になるかなと思って、講談教室に通われ始めた。そうなんですよ、読む本ね、本屋行ったら松下幸之助さんであったりとか、あるいは稲盛和夫先生であったりとか、その師匠が中村天風先生っていう方がその師匠だと。でその実際その中村天風先生っていうのは講談師として活動してたんですよ、うん、っていうようなキーワードがすごく出てきて、で人望がないでしょ、まあ、人徳もないでしょ、偉そうだし、でそういう人間がどういうふうに変わればいいのかってところが、まあ、講談というものを勉強すれば人間力がつくんじゃなかろうかと思って、講談教室に通い始めたのがきっかけ。ね、そして講談教室に入り、講談面白い、じゃあ僕入門しますと、その神田すみれ先生の一門へ入門されて、はい、こう前座時代私たち同じような感じですね、下働きが始まったんですが、もうそこ初日からしくじっております。それがこちら、はい、初日から全身ブランド品男ということで、どういうこと。ですね、やはりこうトヨタやってましたし、はい、社長やってましたでしょ、うんうん、結構稼いでたんですよ。ですからもう時計は60万のロレックス、アルマーニのシャツにアルマーニのヴィトンのバッグ持ちながら、まあ、できましたです、ね、楽屋にですか。そうです、楽屋入りはそれでしたんです。そうです。お姉さんどう思いますか、前座でいきなりヴィトンのバッグとか持ってきた人入ってきた。それは最初に何か指導みたいなのはなかったんですか。もうないですね、指導はなかったですね。
多分聞いてなかったんでしょうね。地味に地味にっていう言われたのに、先生の中ではそれが一番地味な格好だった。あ、そう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 。だから色は黒だから別に地味でしょう。そのヴィトンのバッグはダメだよっていうお叱りを一番初日から受けたと。あとですね、あのいろいろこううちの楽屋というところがあって、うん、もうそこでもすごく怒られたんですよ、というのも、お前は前の仕事何やってたんだ、ちょっと聞きたくなるじゃないですか、はい、何やってた前の仕事は。私は会社員でした。3年会社員になって講談に入りました。りょうてんさんは。私は施設の管理をしておりました。へ、はい、すごい。でしょ。で、私何やってたって言ったら社長やってましたって言ったんですよ。偉そうでしょ。ね、伝統芸能っていうとなんとなく皆さんも縦社会なのかなと思いだと思いますが、想像以上に身分社会なんですね。一日でも先に入ったらその人が先輩なので、ちがちの厳しいうるさい世界なんです。だから、一番優秀な方は新選力として高卒なんですよね。次は大卒、社会人、社長はもうどうしようもないというね。いやもう本当そのところでね、もう凍りつきましてね、はい、次の日からはもうブランド品は一切ダメ。こんなしくじりをそういう初日からしたのに、その後も続々と失敗します、はい、ネタド忘れ事件これでも気お姉さん気持ち分かります。分かりますね。なんか緊張すると全部飛んでしまってよく忘れます。物語を講談って語る、特に歴史の物語を語っているのね。だから源平盛衰記であったりとか、まあ、西遊記であったりとか忠臣蔵とかいろいろあるんだけど、その物語を語るから忘れちゃうよね、その時に忘れたフレーズ、まあ、特にね修羅場物というか軍記物っていうのを最初勉強するので、言葉も難しいですから、まあ、忘れがちなんですが、そうですね、ちょっとその時忘れたのがこれなんですね、はい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 、ちょっとじゃあ読んでみてもらっていいですか、金ちゃん。国士、滅、はい、の大鎧、はい、同じ毛糸5枚、はい、すずりの兜を、はい、農場、はい、楽器とお知りいただき、はい、天の九郎、勝政の槍を、馬の兵種にと言いつけ、紺と白との手綱さばきも鮮やかに。あー、どうだよ、気合いよ、なかなか、なかなかこれは読めないですよ、難しい感じが、今読んだことない感じいっぱいありましたよね。あっちゃんはこういうのは好き。一言目からもうわからない。一言目からわからないねじゃあお手本見せていただいて。はい、ですね、これは山内和豊という物語で、出世幕府という話になるんですけれども、黒糸脅しの大鎧、同じ毛糸五枚、しころの兜、農場、楽器とおしいただき、天の九郎勝長の槍を馬の平首にと引きつけ、紺と白との手綱さばきも鮮やかに。ちょっと私が口打ちすぎでやってみましょうか。ね、一緒に皆さん。黒糸脅しの大鎧。はい。黒糸脅しの大鎧。同じ毛糸五枚、しころの兜を。同じ毛糸五枚、しころの兜を。あちゃん頑張って。農場楽器と押しいただき。農場楽器と押しいただき。天の九郎勝長の槍を。天の黒を勝長の槍を馬の平首にと引きつけ、馬の平首にと引きつけ、紺と白との手綱さばきも鮮やかに、紺と白との手綱さばきも鮮やかに。はい、できました。これはどう、うずちゃん、忘れてもいいでしょ。はい、わかんないもんだってね。これをね、忘れちゃったんですよ。忘れた時どうしたんですか。舞台上にいて、それが3階なんですけども、3階から2階に降りていきましたね。で、楽屋というところがあって、こういう台本を取って、で、また2階から3階に上がっていって、これを出して読み始めました。 ね、あんまりそういうことやらないですよね。お客さんの反応はどうだろう。お客さんはもう知らんじゃん。やっぱりね、あいつはなんだみたいな感じ
まあ後ですごく怒られましたけどね。どんなことがあっても途中で講座降りてはいけないと言われて、私たちはお客様の前に上がらせていただくので、まあ忘れちゃったらもう申し訳ありません、勉強し直してまいりますって言って、降りても次の先輩にもすいませんけど先に上がってくださいとかね、大体みんなもしも忘れちゃった時はそうするんですが、これは嘘ですよこの彼女を忘れるんですけれども、あって言ったまま止まってますからね、止まってね、違いますよ、あって言って覚えてるところからやりますはい、言ってますけれどもね、まあそんないろいろあるわけですよ、これはなかなか難しいんだからね。はい、そしてそんなしくじりの他に、はい、師匠、差し置き事件、この ね、美しい方が、三緑先生のお師匠さん、女性が師匠なんですうちの、ね、講談協会だけ、まあ、この世界は先ほどから言ってるようにね、こう序列先に入った先輩、ましてや師匠を一番大事、師匠が絶対という時に師匠を差し置いて、はい、どんなことをされたんでしょうか。これ喫茶店とか行くでしょ、はい、行きます、ね、いろんなところ行ったりするでしょ、で先輩と行ったりとかもしたりする、はい、でその先輩がおごってくれたりとかある、あります、ね、じゃあ分かりやすいね、はい、うちの師匠がカフェラテを頼んだんです、はい、で私が頼んだのがウィンナーコーヒーですね、はい、でこのカフェラテが400円、ウィンナーコーヒーが500円、どうでしょうか、高いですね、高いですよね、それがお客様と一緒にいたところでやりましたら、あんた何やってんのよ、私よりも高いもの頼むんじゃないわよっていうのが全部にこう響き渡ったというわけですね。で後日ですね、やっぱりその師匠より高いものを頼んじゃいけないんだということがしっかりとね胸に刻んで分かって、で師匠と一緒にお蕎麦屋さんに行ったことがありまして、でうちの師匠が天ぷら蕎麦を頼んだんで、私はざる蕎麦を頼んだんです。安いからね、そう絶対安いね、はい、そしたらうちの師匠が、なんであんた私と一緒にいる時にそんな安いもの頼むのよ、天ぷらそば頼みなさいって怒られたというね、難しいですね、難しいんですよねこれがね、お姉さんそういう経験ありませんか。やっぱり私の師匠のような方があまり具体的な名前を出すといろいろ問題があるんですけど、はい、一番安いものを頼むんですよ。そうするとそのよりも安いものをさらに探さないといけないのですごく困ってしまう。あとはちょっと高いものを頼もうとすると、こう座ってる椅子のところで先輩に見えないように、あの他の直属の先輩が足を蹴るとかそういうことがございます。厳しい世界です。そしてそんなしくじりも重ねればもうそろそろしないだろうと思うのに、最後重役出勤、どういうことですかね。これはですね、川越に仕事がありまして、でちょっと遅刻しそうになったんですよ。車でね、川をヒューって行けば近いからね、でヒューって行きまして、で師匠の会にこう参加をして、でその会議師匠が、あとは私の車乗りなさいって送ってあげるからって、この優しいお言葉をかけてくれたんですよね。だけど私には車で来てるとか、そうするとまた川越に戻らないといけないでしょ。そうでしょ、はい、だからすいません師匠、ちょっとダメなんですよっていうような感じで言ったんですね。それなんでダメなのよ、帰るわよ、私が帰るんだから帰るでしょって言ったら、すいません、車で来たんですって言ったら、もうマナー尻がキリキリと上がりましたね、口がプワーッとこう裂けそうな感じになって、パワー、あんた前座の癖なのに何やってんだっていうような感じで、翔が車に乗り込んでビューって言って、すぐに電話をかけたんですが、電話にも出てくれない、3日間その電話に出てくれないことがあって、大変な目になったという、波紋ですね。そうですね、波紋というのはね、どういうものかっていうと、もう名前も全部取られちゃうし、講談師としてやっていけなくなっちゃうんですよ。二度と講談を人の前でやっちゃいけない、それをね、6回くらい私は言われてるんですよ。怒りってない、なかなかですよね、まあ、普通波紋ね、1回言い渡されることって、まあ、しくじったりするってよくあるんですけど、6回ももう波紋よって言われても、しぶとくや申し訳ありませんと言いながら、あ、めげずに懲りずにというか、ね、ずぶとく生きてきた三緑先生がどうやって真打ちまで上り詰めたか、それ
誰でも愛される魅力というのをね、うん、教えてもらいましょう。全力で人生を楽しむコツを伝授します、はい、その1、ちょっと問題形式、うん、お礼はほにゃにゃらに済ませる、なんでしょう。あっちゃん、どうですか。お礼は迅速に済ませる。迅速、迅速。あー、いいね。しっかりしてらっしゃる。うずちゃんは簡単に済ませる。簡単に、その通り。俺もそうしたい。簡単がいいよな。はい、きんちゃん似てるか。穏便に済ませる。穏便に。正解はお姉さん、なんでしょうか。お礼は午前中に済ませる。なぜです。やってますか、皆さん。お礼、例えば先輩と一緒にご飯行ったりとか、うん、先生にごちそうになったりとかしたときに、うん、お礼はどうしてますか。後日とかでしたり、うん、会ったときに言う、はい、そうですね、その日のうちに帰りにありがとうございますって言って、うん、はい、終わり、はい、そんな感じですかね、うん、今はね。ダメですね。ダメですね。我々の世界、3回お礼を言えって言われてます。3回、うん、その日に1回で、また後日に1回、あ、次の日に1回で、最後お会いした時にまた1回、3回お礼を言いなさい。これは結構忘れちゃうんですよね。次の日に、今ほら LINE もあるから、はい、みんな結構じゃあさよならってお別れした後にそのまんまの、ね、流れで家帰るぐらいに LINE で今日ありがとうございますとかで終わって済ましちゃうじゃないですか、はいはい、まずその日のうちにやればまあ忘れないからいいんだけど、はい、一旦寝て次の日の朝にお電話で、電話でお礼を伝えて、そしてまた次回会った時にまたお礼をしてと。前回先日お会いした時に何やんなゲームをごちそうになりました、ありがとうございます、どこどこのお仕事でお世話になりました、ありがとうございますというのを忘れないで言っていくといいことがある。はいはいはい。まずね、こちらご覧ください。2つ目に、さっき言ったように前座が終わると2つ目に昇進するね、うん、2つ目に昇進した時に、うん、こういうね、きっちりとお礼をしっかりされていた三力先生はさまざまなものをいろんな方からもらいます。まず1つ目、2つ目で着物をプレゼント、うん、そして高級ブレスレットをもらう。真打ちが上がった時は興行というのをね、華々しく開いて、ようやく独り立ちをしました、これからごひいきよろしくお願いしますと皆さんに。で、大きい興行をやるんです。短文、時々ニュースとかでね、噺家の落語家の先生、師匠とか、あと例えば襲名式みたいなので、ちょっと見たことあるかな。はい、結構ね、ニュースにもなったし、あと新聞とかも6社ぐらい取材が来て、で、その時にうちの敬愛大学の OB の方だったかな、その方々がお金をこう集めてくださって、後ろ間っていう、ここに真っ向それで、敬愛大学のそのマークとうちのこの家紋で、そういうプレゼントしましたよっていうものと、あと寄席行くとなんかのぼりといってね、はい、名前が書いてあるんですから、あれもその敬愛大学さんがこう出してくださってというようなところで、これですね、白物ね。あ、そうそうそう、だからこの色も敬愛ブルー。あ、本当ですね。うん、で、隣がうちの師匠のすみれなんですけれども、で、副学長の中山先生が、はい、ね、お祝いの言葉を述べたというところなんですけれども、これ帝国ホテルで何人来ましたか。300人です、ね、すごい、にぎしく華やかに。で、三平学長がその時のお酒の時、こう樽がね、樽の鏡開きというんですよ、こう叩いて、うん、ね、学長が鏡開きだったとか、ね、そういう、うん、もうありがたい限りですよ。というね、お礼をちゃんとこまめにしていくと、うん、この子はちゃんと分かってるわね、いい子ね、というすごいお礼を言うだけでですよ、好印象変わるの。そうなんです、うん、どんなしくじりしても、でもやっちゃう失敗はみんなしてしまう、でもその後ちゃんとフォローをするとか、日頃ありがとうございますと可愛らしくやっていると愛されるという。で、さらにもう一つの秘訣がこちら、ほにゃららを味方につける、うん、お礼をちゃんとして、なおかつ何かを味方につけると成功できるんですが、これ何だと思いますか。うずちゃん、何でしょう。年上。年上、あ、いいね、いいね。ああ、ね、年上、そうかもしれないね。あっちゃんはスポンサーを、スポンサーを味方につける、そうだね、いいね、スポンサーはそうだね、うん、
を味方につける。あ、大事ですね。そう、大事大事。これは出ないかな、正解なんでしょうかね。これはですね、異性を味方につけるんですね。な、私男性だから女性を味方につけると変わってくるんですね。なぜかと申し上げると、女性の人たちっていうのは我々から見てもその発信力があるんですよ。面白いことに対してはすごくそのお金もね使うしっていうところで、面白かったよみんな行かない行かない行かないっていうような感じで友達を連れてきてくださって、で講談を聞きに来てくださるんですよ。片や男の人の場合はそのなんかねスポンサーみたいな感じでお金くれたりとかはするんですけれども、だから講談というものを広めてくれる人たちがどんどん出てきてますね。いや、すごいですよ。これちょっと見てください、この写真。じゃじゃーん、ゆかさのビジョンに憧れる弾力先生とか、ね、本当に女性が多いですね。ここは留め教室、宮城の教室、宮城県の教室で、みんなこう浴衣を着てっていうような感じで生徒さんがねやってくれるんですけれども、あとこちらコロナの前はねこういう感じでたくさんの仲間と呼んで、これがうちの講談教室の生徒なんですけれども、その大体7割から8割近くが女性なんですよ。なんか年齢層も結構様々。そうなので、普通で行くと講談やりたい人っていうのは大体70歳ぐらいの人が、寄席で聞きに来る方もね、やっぱり昼間の時間帯とか多いので年配の男性の方が多いんですけれども、先生のお客さん割と若い女性が多いですね。最近はね20代の子が多い。でちょっと調子に乗りまして、この チェキって知ってる？あ、知ってます。知ってる？あのチェキを三力のチェキ1枚2000円で売ろうとしたんですよ。そうしましたらですね、2枚は売れたんですが、2人だけ、ね、買った人がいるだけでもね、ゼロ人かなと思ってたんですよ私はそんな三力先生がいつも心にある座右の銘というのがございます。それがこちら、経典愛人です、ね。皆さん知ってますよね、もちろん、はい、あっちゃんは初めてっていうか今年入ったばっかだった。あっちゃんはやったの、経典愛人講座は。今年は経典愛人講座なかったんです、ね、なるほど、だから俺教えられなかったんだ。なるほど、見学の精神ですよ、経典愛人。じゃあ知らない、誰が言ったかっていうのは分かる？西郷隆盛さん。わあ、素敵だね、頭がいいね。下にもね、掲げてありますもんね、経典愛人。知らない方のためにもね、ちょっと講談にまとめられたということなので、はい、経典愛人にまつわる講談を一席お願い、よろしいでしょうか？はい、わかりました。じゃあ、これからシルエットクイズのお時間です。今回の難易度は優しい。それでは行きましょう。ヒント1、別名仙桃。ヒント2、工作でよく使われます。ヒント3、英語でシザース。答えはハサミでした。正解できたかな？それじゃバイバーイ。それでは西郷隆盛の講談で一席お付き合いを願いたいと思いますが、文政10年12月の7日、おぎゃーと産声を上げましたのが西郷隆盛でございます。この人、子供の頃小吉と申しまして、大変なわんぱく者でございましたけれども、12歳に成長してまいりますと、この西郷隆盛小吉のところにはずらーっと
っと子分のような者たちがやってまいりまして、ああ面白そうだな、今日どこ行こうかな、どこ行くどこ行く、あっち行こうよみんなね、楽しもうよ、ブラーッとやってまいりましたる時に、ここに横三郎と申します。年は18、大変に悪い男でございますが、この横の連中とパッと出会ったわけでございます。そこで横の一人の弟子が西郷方のものをギャッと掴みますと、そのまま「えいやー」とぶん投げました。さあ怒りましたのが不死でございます。貴様何をするんだ、うちの仲間に何をするんだ。何を申しておる、わしらの方が年長者、年長者の言うことを聞け、何を言ってるんだと。さあここで小吉がバラバラっと駆け寄ってまいりますと、この横堀三郎をガーッと掴みますと、そのままダイッと投げたもんでございますから、木の根方に当たりまして、そのまま血を失ってしまいました。さあこれからというもの、この横堀三郎、なんとかして小吉あの野郎に見返してやりたいものだと思っておりました。ある日のこと、真夜中にちょうど橋を渡ろうといたしておりましたの時に、横堀がこのほっかむりをいたしますと、すっと現れてまいりまして、腰に束さんでおりました一刀をピッと引き抜きますと、そのまま小吉めがけて、と振り落としてきた。すんでのところでヒュッと体をかわしましたる時に、腰がぐらっとつかみますと、そのままペッと投げたもんでございますから、川の中にドッバーン。小吉このまま家へ戻ってまいりました。小吉や、どうしたんだい、お前大変じゃないか、肩から血が流れているよと。避けた時に避けきれず、肩から血がタラタラタラッと流れてまいります。これにバイキンが加わったからたまらない。力持ちで有名な小吉でございましたが、それからは肩が上がらなくなってしまいました。なんでことになったとになってしまったんだ。これからは武芸ではなく学問に専念をしようと、いろんな書物を読み漁っていく間に18歳になってまいります。この時に小売奉行へとやってまいりましたる小吉、名を改めて吉之助となっておりましたけれども、いろいろな場所行きながら見ておりますと、吉之助、この雨でこれはもうしっかりとしたものは生えてこない、こうなっては不作になってしまう、本当でございますね、なんでこんなことになってしまったんでしょうか。あ、それでしたら上役に相談をしてみれば。ああそうじゃな、せっかくのところでございますから、手紙をささっと書きまして、それを上役に渡しましてきた手紙というのが、今まで通りにせよ年貢を軽くすることはできないというような文面でございます。はあ、人というのは薄情なものだ。吉之助、これからお前は敬天愛人の精神で生きよ。はい、あの、何でございましょうか、その敬天愛人というのは、天を敬い人を愛するということ、これを忘れてはならんぞ。はい承知をいたしましたと。さあこれから吉之助、このことをしっかりとやっていきますと、薩長同盟が成立していったり、いろいろなことがどんどん起きてくるわけでございます。座右の銘にいたしました敬天愛人のおかげで、この西郷隆盛がどんどん出世をしていったわけでございます。本日は西郷隆盛という物語のうちより、敬天愛人と題しまする一席をもちまして、この辺でご無礼申し上げます。どうもありがとうございました。
系出会い人講談でございましたが、どうですか、初めて講談見た感想は。もう声が出てない迫力が、はい、迫力が ね、 力がね、でね、今ね、氷奉行所って言ったでしょ、その人の名前忘れちゃったね。サボタ太宰衛門という人ですね。今思い出しましたね。このサボタ太宰衛門という人が経典愛人を重んじよっていうことを言って、西郷隆盛がそれを教訓にして、人を大切にしていかないといけないんだ、天も大切にしていかないといけないんだっていうことが分かって、やっていったというところでね、はい、思い出しました。金ちゃん会ってましたね、経典愛人の意味もね、素晴らしい。だったんですけど、はい、すごい聞き取りやすくて、講談面白いなっていうふうに思いました。思いました、はい、いや思ったと思うよ、今のはやってみたくなったとか、やってみるのはちょっとハードルが高い。ハードルが高いわけでございますよね。うん、まあこういうのがね、講談です。まあ、もう他にももちろんたくさんいろんな話が、古典もあるし、新作でこう自分で書くこともできるし、何でもいいんですよ別に。あの大学生の例えば敬愛大学の日常みたいなの自分で講談で書いてもね、いいわけですし、何でも。私も今日の話は昨日作ってやりましたから、もうアドリブ、アドリブだから名前忘れちゃった、ちょっとね、すごい。そうだから何でもできちゃう、何でもできちゃう。自分の自己紹介を講談にしたりとかもできるし、そうするとプレゼンがね、話し方っていうのは、今昔の話し方だったじゃないですか、大学生の日常とかだと今みたいな、あ、現代の言葉だって、あ、言葉だね、あ、そうそうそう、全然大丈夫。だから人前でこう引き込む話し方ができたりとか、はい、っていうと人が興味を持ってくる、そういう要素がいろいろとあるというところですね。であとはそのどこがじゃ講談になるのかっていうと、最初から言ってる修羅場帳というさっきの独特の節回し、今言った講談の中にもたくさんそういうあのリズムで喋っていたところがあると思うんですけれども、リズムで喋るというか、まあそういう強弱とか緩急の間とかもね含めて、そういう話し方が朗読とかとは違う部分になりますので、本当に人を引き込む話し方をする、愛される魅力的な人間になるんであれば、講談学べば間違いない。はい、そういう結末というか結論が出たというところでございまして、本日の授業はこんな感じでいいかな。はい、はい、それではお願いいたします。はい、起立、気をつけ、礼、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今回のキーワードは、今回は難しい問題です。ヒント1、模様があります。ヒント2、スポーツで使います。ヒント3、よく跳ねます。答え、バスケットボール。わかったかな？